海舟は町田て寮、町田2年間寮でしたね。町田寮あんの、ま、でもなんかもうアパートみたいな感じですよ。あ、そうなの、はい、寮って感じではないです。それはもう町田選手だけが住んでる、あ、そうですね。飯出んの？ご飯はなんかチームのレストランみたいなのがあったっす。いいね。ハヤト君どっか寮行ったことあります？寮はないね。もう最初熊本でしたっけ？熊本はなんか寮ではなかった。なかったんですか？なんか一応アパートはあるけど、もう寮って感じじゃない。じゃあアントラーズの寮はどうですか？すごいよね、あんな規模でね。お風呂もあって。お風呂じゃないですか？お風呂が、まあ、サウナあって、水風呂あって、水風呂あって、水風呂超冷たくて、しかも一応まあ一人一部屋っていうか、一部屋あって、そこすごいですよね。いや、すごいよ。飯も普通に美味しくて、うん、なあ、十分すぎるよな。十分すぎですね。まあ、リクトもそうだよね、水戸経験してるもんな。はい、水戸の時は、あった、いや、あったんですけど、あの水戸市の職員の人と一緒だったんですよ。1階と2階の途中まではその人たちで、うん、でそれ半分がユースとトップの選手なんです。だから大浴場はたまに一緒にみんなで入ってる、入ってる時もあるし、そういうのあったん で、 そうなんだ。で徳島の時はもうなかったんで、寮は、寮がないんだ、はい、一人暮らしして。アントラーズはそういう面ではまあいいっすよね。すごい、本当に。